こんにちは。こんにちは、リノです。リノちゃん、お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、ちょっと今日はリノちゃんのいつも練習してる練習場にお邪魔して、はいはい、どうしてもちょっと教えていただきたいことがあって、はい、来ちゃいました。はい。練習場密着って形で、うん、まあ、ちょっと練習しながら、はい、まあ、アイアンとドライバーでちょっと聞きたいことがあるんで、うんうんうん、はい、あの、まあ、アイアンからいつも通り練習をお願いします。わかりました。よろしくお願いします。3度からはい、58度でやってます。なんかいきなりちょっと気になったんですけど、はい、握り方あれじゃないですか。そうなんですよ。 逆じゃないですか。最近ちょっとやってる握りがあって、クロスハンドでもう普段はこうじゃないですか、うんうん、それの逆で握る、クロスハンドでしっかりコンタクトできるように練習ドリルしてます。うん、これをやる意味としては、まずこの普通のグリップと違ってクロスハンドだと、まあ、左が下で右手が上じゃないですか。そうすると手元が浮いちゃうと絶対にトップしたりうまく打てないんで、確かに体ボディーターンでしっかりと打てるようになるっていう、あの練習方法です。確かに、はい、あの、そう、僕ね、普通に打つとよく動画とかで見ると、はい、やっぱ浮くんすよ、うん、手が。そうですよね。そのやり方だと当たんないですもんね。そうですね。あ、この普通に持ってるとうまくこう合わせられる、こう、うんうん、ちょっと多少手元が浮いてても、うんうん、こうやって合わせられるじゃないですか。クロスハンドだと難しいんで、手元が浮いたのがすぐ分かりやすいので、これで練習ドリルするのおすすめです。最近結構これやってますね。はい、まあ、別にこれは飛ばすわけじゃないんで、30ヤードぐらい打てれば、うん、まあ、難しければ最初は10ヤードとか20ヤードでいいんで、もうとにかくもうボディーターンでしっかり打てるように、手元が浮かないように練習。振り幅ってハーフショットぐらいまでが限界？まあ、普通に打てる人はこのグリップでフルスイング行くんだ。これぐらいしちゃう人はできるんですけど、そこまでやらなくていいと思います、うん、アプローチぐらいで十分なんで、うん、まあ、アプローチ完璧にもできたなと思ったら9番アイアンとかでも普通にこうフルショットやってる人とかいるけど、まあそこまでは求めなくてもいいかなって。アプローチできたらいいかなって。実際コースの普通の芝とかでもできればそれは本当にうまいので、ダフったらすぐ分かるんで、ダフりトップが出ないようにのままボディターンっていう感じですね。で、これをある程度やったら確認で普通にグリップ戻して一回素振りして、で、今と同じような感覚で打てるように。そうするとさっきまでこれ難しかった、これ手をクロスハンドにしてる時しっかりボディーターンで打ててれば、普通に戻しても手打ちにならないでボディーターンでアプローチできるようになるし、これはもうアプローチだけじゃなくてショットにもつながってくるんで、まあ最初58度ぐらいでやってって、まあショットはできればでいいんですけど、まあ最初は30ヤードぐらいで。っていうドリルです。結構シンプルですけど、はい、すごい大切
そうですね、なんか そこで手元がこう浮かないのが身につけられれば、はい、全ショットにこう影響あるんで、なんか結構今簡単にやってるように見えるけど、いやこれ難しいです、はい、僕ね当たんない自信ありますもん。いや私も一番最初の時なんかもうこれシャンクしちゃいます、多分。しかもなんか、はい、体がうまくこう、うん、当たるようになってないから、うん、無理して当てようとしてなんかこう手も動いちゃったりとかして、そう結構これ慣れるまで大変。そう慣れるまで大変なんですよ。だから私はもういつもやってるんで慣れちゃったから、そうすごい自然に打ってるんですけど、自然になんか普通にアプローチしてるように見えるけど、これは意外とこれ難しいんですよ。そうですね、クロスハンドでちょっと持ってもらって、うん、ちょっとアプローチができるかどうかをまず試してもらいたいですよね。そうですね、やってほしい。ちょっとこうなんだ窮屈っていうか、うん、あれって思う方は慣れるようにやっていただくと結構効果があるかもしれない。そうですね、効果得られます。しっかりボディターンで打てるようになると思うんで、そう慣れたら交互にクロスハンドやって普通のグリップに戻して普通に打つ。ああまた振っちゃった。そうだ、前回は片手打ちも大事です。こうなんかこう何アシストするやり方、はい、そう前回それでレッスンしたけど、いや絶対リノちゃんは多分半年ぐらいに1回来たら新しいことやってもらおうと思ってそうですね、どんどん高みを目指して、はい、いきなり見れちゃったはい、そういう情報ってどこから得てくるんですか？コーチのレッスンでこれをこのドリルをやってみたいな。そっか、コーチはもうそうだね、もうそれがもうプロだから、うん、専門だからいろいろしてるんだ。そっか。まあ基本的にその自分だけじゃなくて全てにおいて大事なことなんで、これは、うん、そう私だからこれをやれっていうか、基本的なアマチュアの人って多分手元浮いちゃう人多いと思うんで、うん、もう誰にでも当てはまるかなっていう練習ドリルではあります、ね、うん、これできるって言ってちょっとできてないとこれできた方がいいよみたいな感じですね。基本大事、片手打ちもその一般的に全員受けするようなレッスンだし、クロスハンドも、まあ、みんな万人受けする感じなんで、まあ、ぜひ皆さんにやってほしいおすすめのドリルです。はい、ありがとうございます、はい、いきなり。いえいえ球が高いのはいいことだけど、ヘッドスピードが高くてちゃんと適正に当たって球が高いのと違って、これで球が高いのは距離がロスしちゃうんで、うんうん、だから飛ばないのかなと思うんですよ、うんうん。